メバエカは、早めのトガの一つ。世界で約50属800種程度が記録されている、比較的小さなトガである。幼虫が、スズメバチやミツバチなどの蜂に寄生することで知られている。北極、南極と太平洋諸島の多くの島を除くすべての地域に、広く生息している。これまでに、中央アメリカで212種、オーストラリアで100種、 日本では25種が確認されている。体長は最も小型の種で2.5ミ、mm、リメートル、大型種では最大30ミリメートルである。体色は黄色や黒色、赤葛色などの種があり、騎手とする蜂に似た体色をしている。そのため芽生えは、同じく蜂に似た花畑と同様、蜂目としてより分けられていることがあるが、羽の枚数など多くの特徴が異なることで鉢目の、 各種とは区別できる。頭部は大きく、触角は長い。芽生え赤の種では単眼を描くが、他の赤では単眼を有する。芽生えかのほとんどの種は、社会性の鉢であるスズメバチやミツバチ、丸花チの体内に卵を産み付け、幼虫はその機種の体内で成長する。ただし、スタイラガストリニー赤の種は、ゴキブリやコオロギといった昆虫に内部寄生する。 奇種に散乱しやすいよう、一部の種では産卵管が長く発達している。スタイラガストリニー赤の種を除くほとんどの種は、奇種を発見しやすい花の近くでよく見られ、また、そこで交尾もしている。このように芽生え花の種はしばしば放火するため、倉庫な者としての役割も担っているが、一方で、別の倉庫な者である蜂に寄生するため、芽生え自身による倉庫な効果と蜂による、 倉庫ナノ素外効果がきっ抗しているものと考えられている。ヨパドーサリス8に似た退職の芽生かの一種。原生種の海分類は4に赤8属とされていたが、2010年に5つ目の赤としてノータコナピーニーが記載された。またすでに絶滅したペイリオマイピニー赤が化石から発見されている。一部の研究者は、携帯的、 生態的に異なる点が多いスタイラガストリニア化を独立したトガとすべきだと主張している。またかつては外見が似ている花ブカと姉妹群を構成すると考えられていたが、これは共有原始形質であると考えられている。上位分類の芽生え浄化は一重型であり、芽生え浄化と禁煙であるとされている。倉庫な者として農業などに利用される蜂に寄生するため、 害虫として扱われることもある。特にミツバチにとって重要な害虫であるとされている。しかし、直しめなどに寄生するスタイラガストリニア科の種は、ほとんどの場合直接的な害虫とならないため、あまり高い関心を示されていない。ありがとうございます。